こんにちは太社長です、えー、と今日の動画はですねアフィリエイトなんですけれども、えー、アフィリエイトのやり方というサイトがありましてまずじゃあアフィリエイトって何ですかっていうこの何ですかっていうところからいきたいと思うんですがアフィリエイトっていうのはインターネットを利用した広告宣伝の一つで 成果報酬型の広告ですウェブサイトの閲覧者がウェブサイトを掲載している広告主の商品あるいはサービスを購入し生じた利益に応じて広告を掲載したウェブサイトに成功報酬を与える一連のインターネット広告証のことですと。アフィリエイターというのはですねまあ簡単に言えば 商品をホーームページ上に載せます例えば「えー、じゃあ靴を買いました」とかね「えー、これ良かったです」とかって言って買ったものをインターネット上で紹介するでリンクが貼ってあってそこを見に行って買った人は「えー、あ買えた良かった」って言ってそれだけじゃなくてそのサイトに入って買ったんで、えー、まああのー まあ、キックバックっていうんですかね。手数料方式ですよね。それ経由で買ったんで、ありがとうございましたと言って、えー、手数料が入ってくるという仕組みですね。ねはい。で、えー、じゃあ、そのアフィリエイトを、えー、その仕組みは分かったというところで、じゃどうやってやるんだと。どうやってやるのかっていうと、サイト、インターネットのサイトを作ると。まあ、例えばレンタルサーバー。 独自ドメインワードプレスというまあその自分のウェブサイトを持つことでそこに見に来た人が、えー、そのリンクでですね購入していくというものになるのでここで、えー、まあブログを書くってことですよねとにかくあの、まあ、まずは自分っていう商品商品っていうわけじゃないか、えー、自分っていうキャラクターを、えー、まあ知ってもらってで知ってもらったことによってあこの人の え持ってる商品はえこんなものがあるんだなって言ってだんだんその人のことを知ってもらう機会が増えてきます。で増えてきたら今度は「じゃあこの人のところに書いてあるものはえこんな商品が売っているな」じゃあ買ってみようかなと言ってその人のえーページにですねえまあ入ってくる人ページに入ってくる人にえっと向けてですねあのー なんだろうそこの中でホームページ上で、えー、サイトを見てああじゃあこれ買ってみようかなって言って買うというまあとにかくその人のまあプロ,、まあ、プロフィールっていうかねその人のページっていうのがどんどん閲覧されてくれば、えー、結果として、えー、その商品が、えーまあ、世の人に触れられていくというものになりますチャンネル登録よろしくお願いいたしますグッドボタンもお願いいたします 概要欄には、えー、Twitter、Instagram を、えー、貼っておりますのでそこからもぜひ、えー、見に来てくださいどうもありがとうございました